はいそうですね、もうあれでね、重症者がもう昨日あたりで1200人超えたっていうね、そうそう話が出てて、もうそれで。死者もなんか、うん、1>, 1日100人を超えるようになりましたよね。はい、大阪も入院率が10%、そ<う>10人に1人しか入院できない。そうあとで,でもね、うん、ちょっとやろうと思うんだけど、うんあのー、4月の25日に緊急事態宣言になって、うん じゃないですか、はいうん、そっから大体2週間だと5月9日ぐらいなんですよ。はいうん、でこの間まあ単純な死者の差額を,、うん、差を出してみると5月13日時点で大阪は507人かな、うんうん、死者が。えー、大体2週間で500人亡くなるってさ、うん、大惨事だと思わない、うん、ですよね。うん 台風でもそんなすごい被害ってないですよ、うん、500人いきなり死ぬと、うんはい、かいや、第4波の怖さは、亡くなる方が急激に増えたっていうことですよね。すごいなと思っよね。しかもあれですね、なんかドーナツみたいに、ね、都市部からどんどんこう日本の各地に広がりがきま、ね、いや、すごいですね、まずあの福岡でしょ、はい、それから愛知がすごいじゃないですか。うん うん、だから広島、岡山あたりもすごい数になってきてるから、うん、北,海北海道は712人でしたからね、うん、昨日ははい、だそういうふうに考えると全国化していると。うん、で,で、うん、大阪はね、あの札幌以来が出している。うん あの人口100万人当たりの死亡率っていう数字があるんですよ、累計の数字とな、うんうん、7日間、1週間に限っ,たあれってあ数字なんですけど、1週間の数字見たら、なんと29.2人ですって、あ三3人だ、29.3人、うん、1>, あの1週間に100万人当たり29.3人って、どのくらいすごいかっていうと、うんうん インドが今死亡者が世界一じゃないですか。うん、インドは二十人ですから。百万にあたり。百万人あたり。たりそれを札幌が超えてるて超えてる。1.5倍。まふうな、ん。ますぐだからもう本当に医療崩壊で次々と亡くならなくてもいい方がどんどん亡くなってるっていうのはもう実態としてははっきりしちゃってるんですよね。で僕はそういう状況の中でこの程度のさざ波って って言ってしまっていいのかっていう。はいう これで五輪中止とかいうと、うん、わらわらって飲み屋じゃねえんだぞとか思いながら、ちょっと待ってくれよっていうね、うん、相変わらず PCR 検査は145位なのに、うん、日本の死者数ってもう18位になってるんですよ、全世界でいうとう。この方が内閣参与でいらして、参<与>それでなんか、そうなんですよ。だから内閣官房参与は、うん たかがコロナって言ってる岡部さん、うん、岡部信彦さんが、うん、あと、この何、高橋洋一さんとか、はい、こういう方がしょっちゅう官邸で出入りしてるわけでしょ。万人あたりののくなる数の割合が、うんイン インドより大阪の方がひどいっていうのは、高橋陽一さんとか、当然、把握してらっしゃっての、うん、いや、彼はだから死者数のグラフをばーっとやって、うんうん、確かにそれはあの人口の多い国がすごくあるし、うんうん、死亡率、例えばアメリカとか、うん、マクロのその表だけの話をしちゃったのねそうそうイ、インドとかね、うん、あれだけど、日本で考えると、うんうん、阪神・淡路大震災の被害者数って6400だからね。はい もうほぼほぼ2倍に近いところへ来てるわけですよ、ね、それでさざ波って言っちゃったら、一人一人の人間というかな、もうワクチンがもっと早く来てれば、亡くならないで済んだ人がたくさんいるはずなんで、そう考えると、ちょっと打つ手を全然こう打たないでね、ワクチン頼みになっちゃってるっていうことが、とても非人間的だと思う。そこだよね 亡くならないで済んだかもしれない人たちがあのお亡くなりになってるっていうのは大問題だよね、そ,うそ,うそれを医療崩壊というのでは。ないですかしかも医療崩壊の状態になってるのにあの大阪の知事とか、まあ、元の知事の橋本さんとか松井さんとかね、あの大阪市長の方々が、うん、一切反省がないんだよね。 ね、医療崩壊について触れもしないしたんま我慢しろみたいなことさえ言っちゃうっていうねこれも僕はねちょっとすごすぎるかなっていうそのもうまいろいろあ,まあ,まあ挙げつらえば無症状者の検査をしなかったとかそれで高齢者施設にどんどん入り込んじゃったわけでしょそれとかイソジンを宣伝したりとかマスク解釈とか。 なんかちょっと科学的と思えないようなことをかなり言ったり、うんうん、それからアンジュスワクチンの大規模治験やるやるってって結局できないじゃないですか、うん、それから去年は大阪との投票で今年はなんと4月17日に大阪維新の会が党大会やってるんでしょ、うんうん、なんか全然タイミングがおかしいじゃないですかそれで医療の、うんうん、あの別 とか病院の削減とかいうのは、すごくやってるんですよ、うんで、大阪の赤十字病院の補助金削減とか、うん、から、府立健康科学センターが廃止されるとか、住吉市民病院が廃止されるとか、えそれはあれですか、橋本さん時代から吉村さんの時もそうなんですかずっと続いてるわけです、続いてるんですか、行しさんと、そ,そう。 アウトで看護師足りないとか言ってるわけだけど、なんか、やりすぎだったんじゃないか、少なくともね、必要だったかもしれないけど、やりすぎだったんじゃないかぐらいのことはね、言わないとさ、政策、でもちろん今、直近ね、いわゆる緊急事態宣言をいち早く解除しちゃって、それで重症のベッドを急激にあの100ぐらい削減しちゃったと。 いうことに対してみんな追求してるけど、もうちょっと長い政策としてそういうことが行われてるわけじゃないですか。そのくせ、このひどくなるとワクチンだ、ワクチンしかないみたいなことを言って、医師会に要請するだけみたいのは、ちょっとどうなんだろうなっていう、僕はちょっとね、あの、誠実さに欠けているなっていうのが、僕の正直言えば印象です。それから、 あのこれも菅さんのお友達の知事の北海道知事の鈴木さんですけどこれもですね実言うとみんなあんまり避難してないんですけど GoTo トラベルまで待てない方のためにっていうふうにやって北海道庁が出してる政策は北海道内 GoTo 旅行、うん、<laughs> あの奨励策みたいのを開始してたんですよずっとやってて。 それからだんだん感染が拡大してるのに、うんあの、テストマラソンやったりするわけですよ、うん、それ感染、はいはい、やってましたね。そこでわっと広がっちゃったわけじゃないですか、札幌で。うん、だからそれを見てると、一体、この間ずっとそうですけど、あのー、死亡率が第2位なんですよ、今、うん、北海道は。はい、1>, 1位が、うん、1> あの大阪で。はい で大体全国平均の倍ぐらいいるんですよ。あの、累計で見てもね。で、今は6点何人ぐらいですけど、これも全国平均よりもはるかには上回ってるわけで、で、こういうことをしっかり人の命を大事にするっていうことに関して、一つ一つの政策について、あのメディアが検証しなくなって、そうするとずるずる出してるでしょ。うの追求もしてないじゃないですか。で、そう。 亡くなられてる方は浮かばれないじゃないそれ。やっぱりちゃんと責任取れっていうふうに言うがゆえにそういう批判があるから、うん、あの知事たちも一生懸命やっぱりね批判もあるから直して。 当面のために努力しましょうっていうふうに、初めて緊張感を持って動く、そういう政策の関係っていうのはメディアと政策の緊,張あの緊張関係っていうのが、そういうふうにあるべきなんじゃないかなと僕は思ってんですよ本,来本来ならば、一番最初に緊急事態宣言解除したのは大阪ですからね、その大阪が今なんかね、一番大変なことになってるわけでしょ。そう それを解除したっていう判断ねの政策の判断どうだったのかってそれも金子さんのおっしゃる通り責任はあるよねだってその長いつかの首長がこういう方向をとって今の現実がこういう状態になってるわけだからねだからある程度人間だから判断の間違いはもちろんあるわけだから。 それはすいませんでしたと命を守るために必死にこういうことをやりますっていうことをね言わなきゃいけないのに。 ワ,ワクチン頼みとか、うん、ただ自粛で飲食店で見回り対応やるとかね、うん、マスク会食とか、うん、大阪は別にしてた近頃さ、なんかお詫びしますってことは流行ってるじゃん、流行ってるっていうかさ、そうそうなんとかかんとかでお詫びしますって言うんで、うん、いや、ちょっと待てと、うん、お,やお詫びってみ、あれ、責任があるからお詫びしてるんでしょ、うん、とお詫びしで終わりかよって、俺、いつも思うんだけどね。何をするか、何が悪かったから、こうだったと。はいはい だからこういうことをします、うん、っていうのを言うのが説明責任でしょう、はいはいはい、しかも、その間違った法則を取った責任はやっぱりそのね、やっぱりなんかさ差配を振るった人はさ、あるわけだからね,ね。安倍さんの時以来、何聞かれても答えないみたいな、そういう悪くなってません、うんうん、国会会もも記者会見この間見て、僕、国会をまた見たら、ちょっとあぜんとしちゃったのは。はい ステージ4でもう五輪やるのかとかね、次々と質問やる、かけられると、感染対策をしっかりやりますっていう以外には、何にも答えないよ、12回答えたそうです、それは。だから、これじゃあさ、答弁になってないじゃない、結局、五輪は開催はすでに決定したから、決めたことはやるだけだって言ってるだけでしょ、僕ね、読売新聞の記事があって、 あの菅流政治検証半年っていう本がシリーズが、ね、3月16日にあったんですよ、うんはい、で中身見て僕、びっくりしちゃったのは、うんうん、財務省死刑局長の矢野浩二は、うんえー、脱炭素技術の研究開発支援の基金1兆円を当てる案を出したら、うん、あの菅さんは、うん、あの倍増するようにせわあったと。 この,この人はあの官房長官の秘書官だったんですよ、矢野さんは。うんうん、でところが、あの苛立った菅,菅は、うんえー、説明資料を投げつけ、うん、で結局、意向通り2兆円に積み上げられたと、うん、で官房長官時代も菅は官僚を怒鳴りつけることはあった自らの政策に反対するのであれば移動してもらうと公言していたと。うん、僕これって、うん 実態はパワハラじゃないですか。普通の会社や大学だったら、これ、多分パワハラでクビですよね。で、そういうことやるから、忖度が出ちゃうでしょ。で、赤木ファイルは再調査してせんになっちゃうわけじゃないですか。じゃあ、そんだけ自信持って人を怒鳴りつけてるのならば、うんうん、結果じゃないですか、政治は。はい。じゃあ、自分でちゃんと責任取ってるんですかうん、うん、と言いたくなるんですよ。うんうん、官僚を怒鳴りつけてやらせるだけじゃなくてね。 やっぱねここのねなんか体質っていうかきちんと国民のその実態を見てでそれに答えるとか質問やあれに対して誠実に答えて説明するとかそういう当たり前の政治っていうのをちゃんとやらないと人の命がかかってるわけだからそこが曖昧になっていくと。 とてもひどいことになっちゃうんじゃないかと。僕ちょっと危惧しちゃんだね。いいこともあるかもしれないけど、官僚を怒鳴りつけてね。その官僚だって誠意があるからそういうね。資料を出したり、いろんな意見を述べたりするのを。 怒鳴りつけたらますますなんか官僚の人たちが萎縮するだけで萎縮して<う>まあそれが今の若い人たちが官僚のなり手がなくなって、うん、ましではまあこの国の大問題にこの後なってきちゃう,、ね、う矢野さんという方確かあの、うん、財務省の公文書改ざん事件の調査を担当されてた方じゃなかったでしたっけね。ちょっと、うん、僕はあの、うん、今まあ PCR 検査徹底してやって。うん それであの重症化しないためにね、うん、CT スキャンもやって、うんうん、それで、まあ、ステロイドとかアクテムラとかいうのやれば免疫暴走が抑えられるので重症化しないじゃないですか。 とにかくワクチンまで持たせないと本当に無駄死にじゃないですけどちょっと気の毒な死になっちゃうので読者なんかねちっちゃい子供いるから大変でしょうその辺の気の使い方はそうですねあとは娘よりむしろ京都にいる両親にもう1年以上会ってないんですよああ怖いなそれは会いたいけど来るなって言われてだから会いたいのに会えないっていうのがねすごく辛いの間にお前どんどん恥ずかしくなっていったわけだからなやっとやっと盛り返したのに。 孫さんとも全然会ってない,いやそうなんですよ<ー>娘と全然会えないので、はい、おじいちゃんおばあちゃんとにかくね、うん、東京オリンピックは、まあ、やりたいならいいけどそれよりもんだろう国民の命を優先するっていう当たり前の姿勢を示してもらえば多くの人は納得できる部分があると思うんですよねちょっとそこのとこ変えてほしいなと思いますね承知いたしました